ボボって言ったらやる。ないだろ。できろ。コーヒースタンド4周年を迎えました。おーすごいね。僕に限らず気づけば個人の活動みんな結構長くやってるなって。いやそういうのもな、ね、まあ、思いました。いいな長いのいいな。まだ早い。初年度ですか。サービス開始からまだサービス開始4ヶ月4ヶ月か。まだペーペーです。歌だってそれぐらいやってるでしょ。5年やってました。5年でしょ。6年目か。パークだって結構長くない。4年かな。でしょ。うわ、意外とみんな長くやれてるんですよね。だったらもっといかないかよね。やんべ、確かに向上心がやっぱり桁違いだからさそうねそうなんだ。まだバーやってないの不思議でじゃない。バーはちょっと小手先じゃちょっとできんね。バーの方が小手先な感じしちゃうけど、まあ、僕本当に。でも自分がやっぱり行ける余裕がないっていうかさ、自分も行ってこそな気がしに。ああいうのって本当に小手先になっちゃう。そうそうそうやりたいけどね。バー平岡ってそもそもバーめっちゃ少ないじゃん。少ないね。ノーブルドアパンパンじゃんそこ。だからねビジネスチャンスだと思うんだよね僕はね。だみんな溢れてるもんね、うん、激ビッグブルーオーシャンでした。ブルーオーシャンだでもなんかそもそも田舎でバーで飲む文化があんまりない。いやそうだからそれはずっと思ってるよね。まあバーでお金そんなこと言ったら田舎なんだからコーヒー飲む文化ねえだろうかよ。それはマジでそう。確かにスペシャリティーコーヒーなんてないから、ね、じゃあ俺らが文化を作っていく。挑戦しなきゃ始まらんってことだじゃあ俺ら文化作る側だ。バーを作ります。おお。バー何があるとあね、いいよ。お、本当にいいよ。いいよ、本当にいいよ俺8割出すから2割出して。2割で半々でいや、売上俺100もらうえ、じゃあなんで俺2出すの芝居どこ変わったと思う。なんか気づかない。お、ネイル変えた。最低変わってないんだけど。え、髪の毛切ったんだけど。そんなもわかんないの。前髪最低というね、経験皆さんあるのではないでしょうか。 But case イチャイチャしすぎ。あ、恥ずかしい。呼んであげなよ。前のさ、彼女もさ、頑張ってたからさ。いや、まあね、いつも頑張ってるけどさ、まあ、見てやってよ。ちょっと連れてくるわ。待ってね。え、あ、ちょっとない、ちょっとない。行け。うわー、びっくりした。お待たせ笑われてるよ、みんなに。前よりすごいなんか馴染んできてるメイクが。なんか上達したね。すごい可愛い。でもあのグッドマークもあるし、ギザニムはちょっとごめんね。もうお皿とね、お芋があっていつも通り可愛いよって思う。うん、虫くん、変わったとこわかる。え、わかるよ、そりゃ。え、どこどこ教えて。いや、ここは、眉毛のメイク変えたでしょ。いや、なんか前回と違って結構ね、かっこいいなぁと思うけど。ちげえよそこじゃねえよ。デバフのレベル感、これを皆さん考えていただきます。はい、はい、うん、何か質問は。こういうポーズなんですよね、保っていられるための。これちょっとリハビリサボりすぎて、ここガチガチになったんで、ちょっと最近ずっと腕上げてます。いけよー。いけよリハビリ。最近ずっとこれで固定だもん、ね。うん、すいません、この距離からでも鼻毛が見えるんですけど、どういうことですか。あ、飼ってます、ゴキブリを。視力検査みたいに。ゴキブリもしくはフナムシを飼ってますんで。1番から9番で何つの名前、1個選んでください。4番では、お二人服部平次を書いてください。うわー、マジか。じゃあ行きます。はい、よーい、どん。5 4やばすぎ。3 2 1終わり。バカむずい。とりあえず今2分半経ちました。めっちゃたっぷりだな、ほんとに。9やばい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 。71終了。終わりでーす。マジか。お互いのパートナーが来ました。はい、はい、今からそれぞれ自分の絵を見せて何かを答えていただきましょう。せーの、へっ。としみつの顔がすごいんだけど。5分かけたんだよ。5分でしょ。5分だよ。5秒じゃなくて。違う違うよ。はい、どうも、東海オンエアのメーと、りょうと、としみつの、ゆまると、ひらやだ。いや、ゆまるさんって、はいはい、今までに何人人を食べてきたんですか。人を食べる。あれ、そういうことですか。まあまあ、これも踏まれるかな。まあまあ、オフで答えてるんで、もう一回答えて。オフだと思って。カメラ回ってない。ゆまると何人人を食ってきたんだっけ。3万
そんなに、まあ、なるほどね、バカですということで、はい、クイズ山丸、この後なんて言うでしょう。結構夢丸と飲み行ったりする時もあるんだけど、うん、オフの夢丸が結構ほんと適当。いやもうてか一番おもろいだろうっていうね、う、うん、言っちゃいけないことバンバン言うんだけど、ダメなとこはありますけど、ね、絶対ダメなこと言うから、絶対だいぶ隠し取られてたってことが夢丸もしかして、あ、お目が高い、お目が高い、お目が高い、昨日が月見、月見さん、昨日月見、月見さん、月をイメージしてるとバレるだからさ、あ、そう、ムーンだからね。そう、俺知ってんの、何でも知ってるんですか、うん、日本のフィクサーデム、あ、そうなの、あ、そっかそっかそっか、すごい、ここがダムらしいけど、でも水がなんか今は少ないらしくて、へえー、あ、確かにすごい水が溜まってたんであろうなって感じはしてるね。だから不安なのは俺が本当に下手くそだってことなんだよね。いや、釣りが下手くそわかんないけどね、なんでだろうね、臭いのかな、臭かったら釣れるだろそんで、おい、魚に失礼だろそれは。うわ、すごい、楽しい、楽しい、あ、すごい、地面を叩いた階段だ、掘っただけの階段、階段作った気が多いな、ほんとだ、これ階段作ったに違いない、おー、行くね、危ないよこれ結構、おお、気をつけてね、揺れるから、やめなさい、ちょ、今僕たちはすごく下ってきたのかしら縄文じゃん、やばいやばいやばい、あと15分で禁煙始まるよ、やばいって向こう何点取ってきてんだろう、いやさすがに俺ら、ああ、ちょっと待って、これどう、これあの自販機の横見て、あ、これは確かに、うわあ、これここにいましたか、これはすごいな、でもこの自販機を利用してさ、確かにこの自販機があるってことはね、はい、全員買いました、はい、うん、これはまあいい、いいです、さすがにいいだろこれは、え、いいですか、いいんだよ、その方がいいかな、いや、いいんじゃない、ワンチャンこのゆうまるの立ってるここしか許されないっていう可能性もある、土壌はダメだもん、この中ですかね、普通の何の関係があるんだと思うんだよ ね、いや、ほんとこういうとこなんよね、ブリは出てっちゃってるから、ね、パーでも道路出てるから、結局は一人一人の意識の問題ですよね、これはね、いやでもこれ見つけたのすごいっすよ、しかもこの色あせ方、キャビンだね、これ見たことないんだから、キャビンも名前変わってますからね、キャビンとキャスターをビンストンに統合したんですって、へー、ハリー・ビンストンは、ハリー・ビンストンは二人の男女を統合するもの、統合って言い方やるあー、どうしよう、あ、どうしよう、待って、そんな雰囲気出てる、やべえ、すみません、はい、そこの方、はい、どうされたんですか、僕ちょっと YouTube やってるんですけど、サムネが難しい、サムネが難しい、サムネイルのことだ、サムネイルね、サムネイル、サムネイル何が難しいって言ったよ、伸びる動画のサムネ作るのは難しい、あー難しいよね、わかるわかる、そんな時代もあったよな、 YouTube ってのはサムネイルとタイトルが何よりも重要だという、お前ちょっと尖るな今の時代に、おい、待って別に昔から言われてる内容面白くなくてもサムネとタイトルで OK って言ったみたいなもんだ、今お前が尖っちゃったじゃねえかサムネとタイトルが重要なんですけど、それが難しいと、ああそうなんですよ、そうなんですよ、いやでも困ったな、正直東海オンエアサムネイルは下手くそと言わざるを得ない、なあ、力になってあげたいところなんだが、チーム全体で言うとな、下手なやつが多いんだよ、まあ、僕はマジで普通のサムネ作れるけど、ゴミのサムネと普通のサムネ作るやつしかいないんだよ、了解あって、俺はすごく普通のサムネをね、伸びるサムネ作れるんだけど、ようわからん普通のサムネと、おいおい、ようわからん普通じゃないサムネ、おい、どういうことだよ、困ってんだよな、俺は結構そのなんだこの斬新なサムネっていうな、そのあっと驚くサムネ作るんだけど、もう見たことあるようなね、サムネとちっちゃすぎて読めない文字サムネ作るやつしかいないからななんで我々はさ、ここを統一できなかったんだろうね、編集は結構しっかり学びましたよ、ある程度継承してるはずだからね、サムネだけなんでみんなさ、自分の道場を始めちゃったの、こうかとか、お前がなんかフォトショップを入れないからだよ、フォトショップなんか使っとったら写真見にくいだろそうよ、信じられます、令和の時代にフォトショップ使えない YouTuber がいるの信じられる、お前信じられねえな、この前いよいよ知っててもいいかもしれんと思ってポチって一回アイコンを押したけど、ログインとかから始まったから当たり前だよやったわプレビューなんてカチッて押したらすぐできるんだからその分お前こうやってやんなきゃいけないだろこうやってじゃあ俺よりも伸びるサムネが作れるって言うのかお前ら、あーできねえかお前、できないわけないだろ、できろー
が、たまたま亮がサムネコンテらしいから代わりにわしらが作って、誰のサムネが一番こう再生されたかっていうのを YouTube の機能で見て、そいつが東海オンエアの新サムネ王や、そいつが言うことが東海オンエアの動画を数字を伸ばす上で一番正しい意見だということ、一番センスがある人間の方になっちゃう、うんうん、さあ一体どんな動画でサムネを作ってほしいんだね。今日の動画なんですけど、はい、パリ五輪のラグビー日本代表を盛り上げれたらいいなと思って、素晴らしいラグビーの動画です。素晴らしい、おお出た。内容で言うと何でしたっけ、つまりラグビーのルールでファウルせずにラグビーのプレーをしてみようっていうのを挑戦ですね。タイトル決めてほしいかも。おお、なるほど、ね、サムネに入れる文字やっぱタイトルとあんまりかぶりすぎてあんまり同じこと2回はなくていいからね。ということでデータをいただきました、はいはい、タイトルはルール知らん、ファールなしでラグビーの試合できるかな。はあ、なるほど、だいぶシンプルですね。で、一つ相談なんですけど、はい、さっき僕パリ五輪でラグビー盛り上がったらいいなと思って、これ6月とかに撮ってるんですけど、そうだね、あえて8月に出すんですよ、はい、ラグビーの全試合が7月で終わってた。なん、あれ、はい、ったー、ええ、これを見て応援しよう私もってなるんじゃないの。オリンピックの開会式より先に終わってたの。開会式より前に試合が始まって、開会式終わったすぐぐらいで全試合が終わってた。そんなことあんの。でもラグビーの早漏だよね。まさかの。いやー困ったわー。なんか今週公開する動画のサムネ決まってねー。座れ座れ、お願いできませんか、サムネ作ってもらえないですか。なんだよなあお前。こしみつさんの顔を使ってね、紙芝居の中にそのコマを入れちゃうっていう動画なんですけども、これはむずいね。難しいね、難しい。わかりますね、じゃないんで。うん、指定された顔を必ず使え、顔はめ、紙芝居バトル。いいですか。悪くない、来たよ、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。いや、来たこれ設定全部、もうあらかたできてるから遊び始めてるな。いや、最初から住んでるよ。